ああそんな感じではい、はいありがとうございます、はい、スタジオで撮ったんですがやっぱり夏の日日差しをイメージして照明がすごく暑くてあの汗をだらだらかきながら <laughs> あと自転車に乗るのも3年ぶりぐらいだったので3年ぶりに自転車に乗ったんですか、はい、すごく軽やかに見えましたけど大変でしたかちょっと最初練習させていただいて某 CM で、はい、土手で。はい あのギターを弾きながら歌うっていうシーンがあって、うんはい、制服だったんですけど、はい、あのソックス焼けをしてしまって。 くるぶしぐらいの <laughs> くるぶしぐらいのちょっとソックス焼けができて、はい、後々の撮影とかも皆さんコンシーラーとかで隠してくださったりとか、はい、と結構痛い思いがあましたなるほどその時は日焼け止めは使ってらっしゃったんですか <laughs> 使ってなかったですそれはちょっと危ないですね <laughs> 赤くなってから黒く焼けちゃいました <laughs>、はい、まだ熊本から出てきたばっかりで18歳ぐらいでなんかこう美容のこととかも疎くて、はい、毎年家族で 潮干狩りあ楽しそうですね塩ひがりに行って、はい、アサリやハマグリを取って、うん、でその後海で魚を釣って、はい、帰ってそのアサリとかをご飯で食べるっていう、はい、ではまずは一つ目ご紹介していただきましょう倉敷、はい、さん一つ目の今年の夏に叶えたいこと何ですかはい今年の夏思いっきりレジャーを楽しめますように。 楽しめますように。はい、はい、レジャー何か特にしたいことはありますか、えー、釣りに行きたいです。釣りいいですね。<laughs> もうこれも海釣りですか？海釣りで、うん、船とかには乗らず、磯釣りで磯釣りリしたいです。それでは2つ目の今年の夏に叶えたいことなんでしょうか。はい、月2冊は読書ができますように。はい、月2冊読書ができますように。はい、キラキラ 星がついてますが、ちょっとこちらはさっきとは変わって、<laughs> あのはい、読書好きなんですね。はい、はい、なんかいつも台本に追われてて、うん、ずっと字に追われてたんですが、少しずつ落ち着いてきて本とかこうちゃんと頭に入れときたいな、うん、新しい言葉をたくさんインプットしたいなと思って。うんうん、最後の願い事なんでしょうか。お願いします。デブ症が治りますように。デブ症だったんですか。<laughs> <laughs> いつも一人で猫と犬と、はい。 濃厚としてますあ、そうなんですね家から一歩も出ないんですでもデブ症を治したいということでどこか特に行きたいところはありますか海に行きたいそうですね海はぜひ行っていただきたいと思いますので <laughs>、はい、日焼け止めのケアもしっかりとしていただいてねはい